どうぞ、レディ。どういたしまして。配達件数は残り2件か。急ぐといい。じき日が暮れる。待たせたな、ビクトル。君になら何時間待たされても幸せだよ。おや、何かいいことでもあったのかい？ああ、素敵な声で歌いそうな可愛いコマドリがいた。へえ。君が興味を抱く人物なら僕も気になるな。なるほど。あれは確かに素敵なコマドリさんだな。
さて、諸君、準備はいいかな？もちろんだよ、ビクトル。全員での任務なんて久しぶりで、ワクワクするよね。はしゃぎすぎ。調子乗るとすぐ怪我するんだから、落ち着けよ。ま、よっぽどの大怪我じゃなきゃ、俺が治してやるよ。お前が死んだら、研究の協力者が一人減るからな。ありがとう、ロジャー。さすがは元お医者様。ある、俺も行かないとダメかな。ええ、せっかく素敵な夜ですから、ターゲットのお屋敷にあなたのお目当てのものがあるかもしれませんし。そう、分かった。行くんならさっさと行かせてもらえます？お貴族様連中と違ってこっちは暇やないんやわ。今夜は商談も取り立ての予定もないけど。バカ正直に話さんでええねん。黙っとけ。ご覧の通り、クラウンは準備万端だ、ビクトル。いいね、君たちらしく自由で素晴らしい。それじゃ始めようか。今宵も君たちの悪に忠誠を。